みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルしほです。はい、ということで、今回はですね、今回は、雑貨屋で買ったこちらの福袋を開けていきたいと思います。よっ、ということでね、開けていくんですけど、なんとね、お店の名前はちょっと忘れちゃったんですけど、この前ね、ママと二人で買い物に行った時に買った福袋でございます。だから前ね、イオンのお出かけのね、開封動画でも言った福袋なんですけど、今回ね、これね、なんか、雑貨が入ってるらしいの。待って、なんかね、キーホルダーとか、なんか、ポーチとかが入ってた記憶があって、まあ、ね、気になるので、早速開けていきたいと思います。ポーチ2個入ってた記憶があるの。楽しみだね。あ、なんか中身なんかこんな感じでひとまとまりになってるわ。とりあえず開けまーす。やっぱりひとまとまりになってましたね。なんかすごくない？袋越しからでもすごい量なんだけど、やばで、さらに、まあ、さらにコスになってるんだが、じゃあまずはポーチからですね。やっぱ記憶通り2個ポーチ入ってました。ちょっとこれ開けますね。まず1つ目がこの猫がプリントされてるこのピンク色、紫色っぽいポーチと、あとなんかネオンカラー超なんか宇宙って感じの色のポーチでございます。え、かわいいね。違った系統のポーチでかわいいです。あ、でこの宇宙は裏にね、この紫、やっぱネオンだね。紫色のね、タグみたいなのがついてます。え、かわいいかもしれない。はーい。続いて。じゃあ、これ多分鏡かな？多分鏡。あ、鏡だ。私の部屋汚いから映りたくないけど。鏡ですね。え、かわいいかもしれない。こんな感じのね、さくらんぼとかなんかイラストされております。この体勢きついよね、こう前に乗り出すからじゃあ次にこのまとまってるやつをさらに開けたいと思います。待って、このシール超かわいいんだけど、かわいくない？これこれかわいい。ああ、なるほどね。なるほどなるほど。なんかかわいいんだけど、待って、かわいいんだけど。待って、かわいいんだけど。まだ3回言っちゃった。まず、これ指輪ですね。やば、ちょっと待って。やば、4回目なんだけど。え、ちょっと待って、開けますね。開かねー。開かねー。開いた、開いた。さすが、惜しい。こんな感じのね、指輪で、このダイヤっぽいのが、こう、動くたびに揺れるっていう。え、待って、超かわいくない？こっちでかわいいんだけど。さあ、何指が合うかな。かわいくない？かわいくない？なんか、握手。まあ、かわいいかもしれない。この動くたびにね、動くたびにね、この、ダイヤっていうのがこう揺れるんですよ。え、待って、かわいい。え、これ当たりかもしれないふふ。続いてはゴムかな。ゴム、待って、これもかわいい。なんか当たりかもしれない今回ゴムだ。こんな感じのね、このエメラルドグリーンっていうのかな、かわいい。え、かわいいかもしれない。なんか緑っぽい服着た時とかつけたいですね。あ、あとゴムもう一個ありました。いい、あ、これもうザ夏だね、かわいい。はい、で、あとはこれもゴムかな。この2種類のやつ、あ、ゴムだわ。ゴムでした。
伸びる感じの。あ、可愛い、これはこれで可愛いかもしれない。なんか今回当たりかもしれないね。可愛いのしか入ってないわ嬉しい、ま、今のところはだから、もしかしたらハズレが出ちゃうかもしれない。次、次はこちらの、あ、イヤリングで私つけられる。待って可愛い、待って可愛い、花こんな感じのイヤリングでございます。待って可愛い、今回当たりかもしれん。待って、耳が痛くならないやつついてる。あ、いいわこれ、今回当たりだわ今回当たりだわ。よい、次、あ、次はピアスだな。あ、でも可愛くない、全部形が違って、このキラキラ宝石か、可愛いね。ピアス開けたらつけたいと思います。で、あとはこれはピンですかね、ニューピン、可愛い、星だね、蓋可愛い、夏祭りとか良さそうじゃない。やばいわこれ、やば、え、待って、当たりやん、私運良くない、運良くない、やば、待って、運良すぎなんだか今回。あ、じゃあとこの、なになに、待って、やばい、でこれ鏡のね、ピン、待って鏡なんだが、やば、待ってカメラが映る、わーやばー待ってやばい、こんなデザインの初めて見た。ここにつけてると私と話すときに自分の顔が見れるっていう。ん？え？女に？嫌だねそんなの。つけて私とこう話すと相手の顔がここに映ってってなるってなる。やば、いいじゃんこれ。友達と遊びに行くときつけてこうから、あ、みんなおはようとか言って鏡めっちゃこう。こうね、こうつけるじゃん。あ、みんなおはようってか。次にも、あ、次にもゴムです。待って、かわいい。え、何その顔。かわいいとか言っときながらママって言うのやめてくれ。ママよくない？超いいよね。いいよね。待って、なんか友達がつけてそうなゴムしてた。最後はこのカチューシャーだね。え、かわいくない？かわいい、夏っぽ、これ夏っぽ、なんかついてる、無理やり取るっていう私流だよ。え、待って、夏っぽくて可愛いかも。あ、待って、可愛いかも。あ、待って、可愛いかもしれない。まあ、イヤリングのね、色がね、茶色っぽいからね、そのオレンジ茶色っぽいのにね、つけようかなと思ったんだけどね。あ、そういうことね。うん、どっちも良きです。良き良き。何が一番良かった？一番は、この中で一番良かったもん。手にもついてんだからね、いっぱい。キラちゃん。ね、その鏡のやつ。本当？このね、鏡のピンが気に入りました。友達とね、もうヒロアカの映画見に約束してるんで、その時に、あ、おはようって言って、みんなにちょっと鏡をね、ちょっと鏡に視線を集めて、ちょっとね、やば、超可愛いんだけどこれ。はい、ということで今回はね、この雑貨屋さんで買ったね、この福袋を開けてみましたということで、それではバイバーイ。何それ。かわいいでしょ。ああ。